はい、こんにちは。ガタガタフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、琵琶湖の、東の方ですねのちょっと北の方へ来てます。で、まあ暑いんですけどね、まあ、せっかく来てね、こう田んぼ地帯に来たんで、ここです。今日は、こんな感じのね、二面の水路ですね。はい、でこういった水路っていうのはまあそうですね、滋賀県はいっぱいあるんで、もう特別ね、ここがすごい場所っていうわけではなく、ぶっちゃけここで、ガサガサをするのは今日初めてです。ただ、1ヶ月行くか行かないかぐらい前に、晩ね、ここの近辺を通りかかった時に、たまたまね、この水田地帯あったんで、晩ね、懐中電灯つけて、田んぼ、この辺の田んぼのね、小さい、溝をね、歩いて観察してる時にここの水路に行き着いて、でピョッとね懐中電灯照らしたら、琵琶湖からね上がってきた小さいね、もう親指ぐらいの可愛らしいカネヒラが、ここです。この水路の本流からここにね田んぼに入っていくんですけども、この細いね、ここにいっぱいねいたんですね。で特にまあ晩はね、カネヒラなんかは割と、この二面のコンクリのね護岸の水路でも、この壁際にねくっついてねぼーっとね、寝ている個体がね結構多いんですね。なのでこう電灯を照らすと晩やとねある程度時間が経つとそういった魚がねたくさんこの壁際にくっついてるんですね。なので、おお、いっぱいおるなーってことでね、その時は特別捕まえることもなく、カメラを回すこともなく終わっちゃったんですけども、たまたま今日思いついて、ああ、そういえばこの前おったなーってことでね。で、ここだけではなくて他にもいっぱいいるんですけども、まあせっかくなんで、あそこいいなーって思ったんで、今日はこれです。まあいつものね、デメモロコ釣ってる仕掛けがあって、今回は、もう使い古しのやつ、今2回使ったんかな、デメモロコ釣りで。そんでも針がね、5本針が、まあ、2つ針折れて、3本しかついてないんかな。はい。なので、まあね、3本針なんですけども、まあ、1本の浮き釣りでね、ここちょんちょんやってもいいなと思ったんだけど、もうこの仕掛けがあったんで、まあ、赤虫も買ってきたんで、赤虫つけて、ちょっとこれ釣れるかわかんないです。で、この動画を、もしね、アップされてるということは何かしら多分釣れたんじゃないかなと思うんで、またね見てもらえるといいかなと思うんですが、今現在はね僕も竿もね餌も、タモもトアミも何にも一切入れてないんで、取れるのか釣れるのかそれさえ分かんないんですけども、もしこれがアップされてるということは魚が多分見えると思うんで、楽しみに見てください。それではやってみます釣れるかな行ってます。もうここでいいか。浅っ、むっちゃ浅いね。3本目の針がついてないよ。あ、水面やね。ほんまはねここにねトアミ打っちゃえばね、まあ、一発で終わるんだけど、まあ、せっかくなんでねこうゆっくりゆっくりねこう魚に近づきたいなって今思ってるんで。赤虫をつけて、ちょっと狙ってみます。来ないね。家はもう入れた着底と同時ぐらいにもう来てんだけどね。来るかな。来てほしいよね、なんかね。船も多分ね、いっぱいここやったらおるんちゃうかなと思うんで。来ないね。思ったより厳しいな。まあね、3週間ぐらい前、3週間から1ヶ月ぐらい前なんで、多分ね、上に登っちゃったとは思うんだけど、それでもね、全部が上行ったかいうとね、そういうわけではなく、ここにもいるとは思うんで、まあ、ただ単独じゃないんでね、結構固まってみんなね、移動するんで、その塊が来ればね、ブルブルブルってね、もう一気に当たり来ると思うんだけど、来ないね全然来ないね。全然ダメだ。ここもねこの前いたんだよね。お、来た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 。よし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 。いた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 。こっちにいたか。ちょっと動いちゃったけど、金平いました。いるね。今もう何もしないで入れた瞬間やん。よし。今のとこから50メートルぐらい下がってきただけなんだけど、あえて上に行かずに琵琶湖の方へ今下がりました。でここはそこね、ちょっと斜めの斜面があるんで、そこで狙ってみようかなと。お、来た。来てる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 。よし。よし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 。と思ったら船だ。船でした。銀ブナかな。はい。今年生まれの子ですね。ちょうどうちに今飼ってる鯉とね、フナたちと同じぐらいのサイズです。水門の下の方がいっぱい溜まってるんだよね。うん。最後そこ行ってみよう。それで釣れなかったらやめ。ここね。こらおるわ。これはおるでしょう。真下に落としてみようか。浅いな。お、来た来た。うわー、外れちゃったな。お、来てる来てる。よし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 。金平ダブルだ。ダブル金平です。オスメスやね。出たよ。よかった。はい、おー、金平。真夏の金平です。まだね、色は出てないけど、ちょっとね、ピンク色っぽく尻びれがね、なり始めたオスです。そしてこっちがめ、あ、こっちもオスだね。オスオスだ。はい、オスオス釣れました。よかった。はい、というわけでなんとかね、この下流のね、琵琶湖の口から200メートルぐらいのところのね、ポイントで、なんとかね、金平に出会いました。あとですね、田んぼの方にもね、入った方にもいたんで、もうあちこちにね、今、金平がね、この梅雨明けぐらいからかな、梅雨の間からかな、こう、一斉にこう、河川に上がり始めてね、どん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 ね、奥に入ってくるんですね。なのでこれから秋に向けてもう大きなね金平になって、綺麗なねピンクとエメラルドグリーンの姿を見せてくれると思います。はい、それからちょっと今回はねあんまり大した動画じゃないんでこれで1本ってわけいかないんで、ちょっとね金平について少しお話しさせてもらうと、僕の知っている方が、からの話なんですけども、昔は金平は琵琶湖ねでかいのがいっぱいいたと。で僕も実は長浜市かな、のところで、学生の頃ですね、初めて琵琶湖に来た時に、友達とね、バイクに乗ってガサガサをしに来たんですけども、それは大阪からですね、高速に乗ってきて、で初めての琵琶湖でガサガサをした時にこの、長浜市、の水路に来た時にすごい大きな金平がいてね、捕まえた覚えがあります。でまあ、もちろんこの手のひらまではいかないけど、まあ、尻尾入れて、13、4センチぐらいかなの、金平は、実際にね取ったことあるんですね。でそれは後にも先にも、その時の金平が僕の中では、最大サイズだったんですね。でこの前知り合いというわけではないんですけども、ある場所に行った時に、偶然出会ったおじさんと話していたら、まあ、その方のお話だと、どこかの期間にね今標本が残ってるそうなんですけども、そのおじさんが見て、知ってる最大サイズは18センチなんですね。でおそらく全長トータルレングス TL で、計測した値なんで、分端から、尾びれの先端までですねまでなんで、もう体全部の長さが18センチということで、まあ、ぶっちゃけね、まあ、こんなに、ね、実際大きくはないと思うんだけど、尻尾を入れるを外してね外すと、まあ、この第二関節ぐらい前のボディだと思うんですけども、まあ、それぐらいでかい、それでもでかいですよね。なので、まあ、全長で、SL、スタンダードレングスって言ってね、僕らは分端から、尾びれがねよく欠けている時はねどうしてもマックスのトータルレングス、全長は測れないですよね。なので、まあ、僕らとかねその、まあ、研究している人なんかの多くは、尾柄の付け根までかな、脊椎骨がこうちょうどなくなるところの魚の尾びれをねキュッキュッと動かすとちょうど線ができるところあるんですね。でそこまでの長さなんでスタンダードレングスといって標準体長っていうのかな、なので、その SL でよく計測してね表示するんですけども、まあ、それ以上にトータルレングス、TL で測ると、大きい、ね数字になっていくんで、まあ、18センチというねとてつもない金平がね昔はいたんだっていうことをね、知ってもらいたいです。でそれなんでなんだろうなっていうのね、またその後、いろんなね方たちともお話ししてたんですけども、まあ、僕が勝手に推測してる僕の、推理では、まあ、基本的に金平って水槽で飼っててねもらうとよくわかるかと思うんですが、水草をよく食べますよね。で綺麗な水草ね取ってきたり買ってきて入れてももうあっという間にあ口食われちゃったみたいなねことあると思うんですね。で意外とあいつらはその藻類とか、水生植物をよくね好んで食べる性格がある魚じゃないかなと思います。で卵の中にはね、そういうのを好まない種類もいるんですけども、金平は割と、その植物食のが強い卵かなと思ってます。で、まあ、他にもね金平と同じアケイログナタス属で、植物を好きなね魚もいるんですけど種類もいますけども、まあひときわ、金平がそういったね食性なのかなというところなんですね。で琵琶湖は、まあ、昔ねそれこそ、昭和の初めの頃とかねすごく汚染が進んで、まあ、これ全国的にですけどね進んで、内陸部、内水面と言われるね河川とか湖がとても汚れてしまったと。でもう半端ない栄養化がね起こったと。でそれで魚が減ったっていうのもあるんですけども、まあ、そのから10年20年30年とか40年とか来た時に、その当時の琵琶湖は今よりも、そういったね、藻類関係とか水生植物が今よりも多かった豊富で、もう少しね栄養化が進んでいる状態だったんじゃないかなって僕勝手に思ってるだけなんですけども、そんな環境だったんじゃないかと。でそういう環境であれば今以上に、短期間で、金平はね多分ものすごく大きく成長するはずなんですね。なので、その18センチ幻の18センチとかね僕が取った13、4センチの、全長の金平なんかが、ゴロゴロしていたという時代がねあったんじゃないかなと思います。まあ、ただこれは僕の勝手なね、想像なんで全く違うね理由からかもしれないんですけども、そういった、ことがあったんじゃないかなっていうのをね今回はちょっと、せっかくね自分のチャンネルなんで言いたいことは言ってもいいかなと思うんであえてここで、その話をさせてもらいました。でそういう話がもし本当だとすると現在は、金平のサイズが少し落ちてきてる、小さくなってきてるんですね。ということはどういうことかというと、餌ですね、彼らが必要とする食性の、食べ物が、少なくなってるんじゃないかっていうふうに僕は勝手に思っていて、まあそういう意味では、逆に金平にとってはねきついんですけども、琵琶湖全体にとってはね少しねこう落ち着いた水質になってきてるのかなっていうところなんですね。まあ、そういったところも背景もねこう想像しながらガサガサ魚釣りをしていくととても楽しいんじゃないかなと思います。ということで今日はちょっとね金平はね田んぼのところで1頭目で1匹そしてここで、オスが2匹ということで3匹なんですけどもせっかくなんで1本の動画にしようかなと思って、お話しさせていただきました。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。暑い37度はきついね。それでは帰ります。